い、皆さんこんにちは。今日は3月発売のトミカの販売店特別仕様車が発表になったのでチェックしていきます。まずはタカラトミーさんの新商品情報だね。で、新商品情報の3月発売のページだね。1月31日更新になってるね。で、このページの一番下だね。販売店オリジナルトミカで、まず一つ目がこれだね。トミカショップオリジナルのトミカ養豚場トラックです。これをよく見てみると、トミカイベントモデルで発売されているものの色違いなのかな。でも、この辺りのドアのプリントを見てみるとデザインがちょっと違うね。ここにトミカショップってプリントがされてるね。で、もう一つの画像を見ると豚さんのフィギュアが4頭乗ってるのかな。ベージュと、これは茶色っぽいカラーリングだね。トミカイベントモデルのタイプは確かこれが黒豚だったよね。で、この発売日を見てみると3月1日発売予定になってます。で、下の方を見ていくとアクションはサスペンションって書いてあるね。で、さらに下を見ていくとトイザラスオリジナルからも発売されます。マツダアクセラスポーツオフィシャルカー仕様です。これは発売日が3月16日になってるね。デザインの部分を見てみると、これはレッドのメタリックになるのかな。ビーアドライバーってプリントがドアとボンネットのところにもされてるね。で、警告灯がオフィシャルカーだからブルーのものがルーフに乗ってるね。で、この部分を見ていくとサスペンションと後部ドアの開閉だね。で、さらに下を見ていくとアピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカも発売されます。トヨタ 2000GT カメルーン国旗タイプだね。こちらの方は発売日が3月23日になってます。デザインの方を見てみるとこんな感じだね。ボディカラーはこれはイエローになるのかな。で、34のナンバーが振られているから第34弾だね。もう34弾も来るんだね。なかなかいい感じのデザインじゃないかな。で、下の方を見ていくと、そうはね、いつも通りサスペンションと左右ドアの開閉だね。で、さらに下を見るとこれで以上になるのかな。こうやって見てみると販売店オリジナルトミカは3台だね。トミカショップとトイザラスとアピタピアゴだね。で、ここまで来たらいつもあるのがイオンがないのかな。ひょっとしたらこれからイオンのオリジナルトミカが発表になるかもしれないね。はい、今日は3月発売の販売店オリジナルトミカの3種類をチェックしてみました。トミカショップ、トイザラス、アピタピアゴだね。で、トミカショップオリジナルのこのトミカ養豚場トラックはイベントモデルとかで発売されたこの養豚場トラックの時はすごく人気だったね。品切れがずっと続いてたよね。だからかどうかわからないけど、今回はここに書いてあるのは注意点のところにお一人様1個とさせていただきますって書いてあるね。ひょっとしたらこれまた人気になるのかな。で、今回の販売店オリジナルトミカは発売日がそれぞれ違うね。トミカショップが3月1日で、トイザラスオリジナルが3月16日だね。で、アピタピアゴの方が3月23日になってます。それぞれ発売日が違うから1日に何店舗も回らなくて済むね。で、今回ここに出てきてないのがイオンのオリジナルだね。ひょっとしたらまた発表になるかもしれないのでチェックしていこうと思います。で、前回の動画でサプライズで発表されたよって言ったトミカのこれだね。ドリームトミカ出川哲朗の充電させてもらえませんかヤマハ EB のはちゃんとホームページに出てたね。自分が速報で動画作った時はまだ更新されてなかったけど、視聴者さんからちゃんとコメントいただいてチェックすると発表されてたね。コメントくださった方ありがとうございました。で、どんなコメントでもいいので、こんなことしてほしいよとか何かご要望ありましたらコメント欄にぜひ入れていただければと思います。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。